整えられていきます。割り方はまあ合掌して軽く一礼していこう。今ので5分ぐらいですけど、もっとやってたような気もしますけど。そうですね。いいですね。ブッダはよく整えられし自己っていう言い方をされるんですね。で、仏教の特徴っていうのは神に頼るのではなくて、真の拠り所は整えられた自分であるっていうようなことを言ってるんですね。この整えられている状態、ただ脳が整っているような状態っていうのはどういうふうに先生だってお考え考えになりますか。そうですね。藤田さんはアメリカでもアメリカ人相手に座禅の講義をなさって実施もされたわけですから、この整えられたというブッダの言葉、これは日本語ですけれども、それを英語でどういうふうに表現されてたんですか。僕の言い方はこうでした。整えられた自己っていう時にコントロールとかレギュレートというような言葉があるけど、どこかちょっと、ネイティブスピーカーじゃないけどピンとこないので、僕としてはハーモナイズド、ハーモニーっていうハーモナイズドっていうような言葉にで言いたいんだっていう。つまり調和の調であり、調則の、息を整えるの調ですね。コントロールレギュレートっていうと、どうしてもこうある理想的な状態にこの持っていくみたいな、こう外からこう働きかけていくような、多律的にっていうんですかね、外からあるその整えられたコントロールされた状態にその持っていくって、なんかこうアグレッシブな感じがしてしまうんですね。ですから僕は外側から多律的によって内側からそれこそ生成するっていう、エマージしてきてる秩序っていうふうな言い方をしてました。そうですね、まさにそういうことじゃないかと思うんです、じゃあブッダがその整えられるという、整えることが重要であるって言ったことは、結局はですね、やはり四季と、それからつまり五運の中にあるビジナニアナとしての意識、知識と、つまり知性の働き、あるいは理性の働きと、それから自由ですね、つまり感情感、これは毒屋の例にもあるし、要するに感情に流されるということもあるし、あるいは煩悩も感情の一種ですね、貪心痴というのは、まさにこれ感情情動ですよ。そしてブッダとしては情動煩悩に流されずに、理性的な判断で、自分の行動を決めなさい、そのためにいろんな方法論があるんで、それは別として、原則としては、そのバランスをとっていきなさいと、ブッダが唱えた五運、その炎はともすれば欲望や憎しみなどの煩悩に支配されがちです。ブッダは言いました。修行僧らよ、すべては燃えている。貪欲の火によって、嫌悪の火によって、迷いの火によって燃えている。誕生、老衰、死、憂い、悲しみ、苦痛、悩み、もだえによって燃えているのだ。ブッダは煩悩の炎が大きく燃え上がらないように正しく整えることを説いたのです。ブッダの考えられた悟りとか幸福、というのはブッダは人間の幸福、一般の人間の幸福というものをですね、やはり考えられた方だと思うんです、生きとし生けるものは全て幸せで、安穏であれと言われているわけですからね、じゃあその幸せ安穏とは何かというと、先ほど藤田さんが言われたその
整えること、うん、つまりバランスですね。まあ、それをそしてその何をバランスするかというと心と身体、うん、そして心においては理性と感性、うん、こういうもののバランスを保ちなさいということが、はい、まあ、まあ今私なりの理解なんです。まさに座禅ってそういう方向を目指した営みだと思うんですよね、あの姿勢自体が前にもかかあの攻撃的でもないし逃げてるでもないし、右に左に偏ってないっていうのが一つですよね。重力との調和っていうので、まずその調和した感じっていうのをあの一応だからニュートラルっていうのが僕は一ついいかもしれない、はい、プラスでもマイナスでもないゼロのところにのニュートラルで、ね、ここから出発してここに帰ってくるっていう、まあ、あのメタフォリカあのメタファー的に言うと家、くつろぐことのできる家っていうものをここに確立しよう、はい、呼吸も呼吸あの運動のようにハー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 っていうようなものでもないし、それからこの精神状態を変えるような特殊な呼吸法でもないし、いい ただの当たり前の自然呼吸ですから、はい、だからさ多分僕もさっき言ったと思うんですけど、普通の生命の炎が普通に燃えてる状態に一旦変えろうっていうことですね。僕 あの習った系統の方の言い方だと、自分が自分をしているのが座禅って、まさにその通りだと思いますね、はい、今日はずっと先生あのその専門の脳の話とあの仏教の話でこう来たんですけど、脳っていうのも脳だけであの脳をやってるわけじゃなくて、脳がいかに体全体がの支え働きの支えで脳が脳をできているというふうに思ってるんですね、はい、で体自身も体だけで体できているんじゃなくて、その周りの環境僕らが多分意識できないようなあの細かいあのものすごい微細なこうつながりの中で体がこうやって成り立っているので、そういう意味で言うと、まあ、仏教の縁起は僕はつながり あのビジョンっていうふうに呼んでるんですけど、どこもこう区切りって仕切りって入れられないようなあの考え方だ だなと思うんですね。循環してるし、今日の話にも出てきたように相互的にあの影響を与えながら全てのものが成り立ってるっていうのが、まあ、普通の縁起の考え方なんですけど、先生は脳ってどういうふうなあの見方で考えられておられるんでしょうか。あの、まあ、そういう考え方の方向性、論理性をあるいは科学性をあの見失わないために発生学っていうのが必要なんですね。つまり人間の脳はどのようにその動物が進化するにつれて、はい、発達してきたのか、はい、また生物自体が、まあ、おそらく最初の1個の、まあ、DNA の断片からどういうように発達してきたのか、うん、そういう生命の歴史というものを考え、その頂点に脳というものがあるわけです、はいはい、だから脳というのは何もそのもの自体が最初から出発したわけじゃないので、はいはいはい、その体とのつながりを書いた脳というのは全く無意味である、うん、あのまあ、思考実験というのをよくやる人がいるんですけれども、脳を例えばまあ全ての理想的な条件を整えて、うん、脳が生きているような形でね、はい、体と身体から切り離して、はい、バイオ液の中に置いてそしてその脳の中に全てがあるから、うん、その脳の活動を記録できるだろうとか、はいはい、これはまあ現実的に言ってナンセンスなんです。というのは脳の活動というのは先ほど言われたように身体から行くその刺激ですね、そういうものがあって初めて脳のニューロンというのは生きてるわけです。だから知覚がなければその知覚に関する神経経路はあの死んでしまいます。で運動する、これも器官があるから運動するわけで、知覚と運動がなければあの思考することもなくなります。だからビーカーにその入れられた脳は必ず死ぬんです。そんなことが分かってるのに、うん、そんな思考実験する意味がどこにあるのか脳自身が世界と切り離せない存在としてあるっていうのが、そういうことです。世界ない存在としての脳なんです。これは大事な視点だと思うんですよ、ね、脳についていろんな今まで分かってなかったことが分かってくると、なんかこのままいくと、ね、全部人間あの脳が分かれば人間のことが分かるようなこう幻想っていうのが生まれてきてしまう。全くそれは幻想であって、だから理解するということですね。世界を理解するということをその同化するといいます、うん、同じものにする、うん、つまり世界と
の在り方をですね、いろんな感覚器官とか運動を通じて経験として積み重ねて、その在り方を脳の中に再、まあ、はい、身体として刻み込む、はい、エンボディーするということで、はい、それが同化ということなんですね、はい、ですからまさにそういうことであるから、はい、その脳という構造を離れて同化ということがないし、うんうん、また身体を離れて同化ということもない、はい、同化というのは脳だけじゃなくて、例えばピアニストがね、うん、あのピアノ弾く時の機能というのは、はい、指にも全身にも、座禅する時も全身の動きにも宿ってるわけですから、やっぱり身体全体のインテグリティ、同一性ということを考えないと同化というのは考えられない、はい、もう一つはあの創発とか生成っていうことですね、はい、これも不思議としか言いようがないわけですよね、はい、こうカオス的な現象からポンと秩序が生まれてくるっていう、うん、このポンのところが知りたいわけですけど、これはまだ何も分かってないっていう、これはですね、究極的にはそれは空間自体が持つ性質だとしか言えないんです。つまりその桃というのは空間においてはエネルギーですね、うん、エネルギー、つまり電磁場なんですよ、うんうん、電磁場の中でのエネルギーのいろいろなその、まあ、塊とか流れとか変化とか、うん、それはものとして現れているわけであって、うんうんうん、だからそれがそのそういうものが自己組織性を有するということは、結局はその電磁場自体のがもともと有する、うん、性質なんだろうとしか言いようがない、宇宙ができた時にそういうものとしてできて、うん、例えば電磁気の法則、フレミングの法則にしたってですよ、これだってですね、全部電磁場 の空間の性質なんですよ。だけどそれはその電磁気学のようにまだ説明されるには至っていない。そして現在その宇宙でもですね、宇宙空間自体が、まあ、ブラックマターで、まあね、ダークマターですね、ダークマターでどのぐらい占められてるとか、あるいはこの間、まあ、新しい粒子が一つ発見されましたね、まあ それ自体がまだ分かってないわけですから、うん、まあそのぐらい分かってなくてもまだいいじゃないですか、うん、まあ、やっぱり重要なことは、うん、まあ、そのやはり理論に走ることよりもまず人間の現実の生活を見て、その中 で我々の一番身近な自分の心であるとか私っていうその意識ですら、そういう創発現象の一つの、あの実例っていうんですかね、まさにその最も身近な創発現象がこの私だとかこの意識であるっていうのは今日の話だったと思うんですよね、だからそこでね、あのブッダが古代のあの非常にまあ広範なあの哲学ですね、そしてそれに匹敵する理論を自分は打ち立てたんであるけれども、うん、それよりは自分の心を見つけて、あのその意味にした意味を自分で見つけて自分で修行をして生きなさいと言われたわけですね、最後にね、まあつまり自らを信じ、自らを頼りとし、そして法を頼りとして生きろ、生きなさいと。いや、だから僕はこれはもう宇宙的次元のは確かにあるし、それを理解することも必要だけれども、やはり人間にとって一番必要なのは人間的次元の中で自分を考えるということであると、まあ私はそう思ってます、はい、今日どうもありがとうございました。いやおすすめです。